三男地域のお店をご紹介する店番。今回のお店は越前町西田中の国道沿いにあるファミリーレストランコメヤです。ファミリーレストランコメヤ、店内にはゆったりとした空間にカウンターやテーブル席、小上がり席が設けられています。大阪で中華料理を修行されたというご主人は30年前に地元に戻り、コメヤを開業。15年前に現在の場所に移転オープンしました。ご主人が作るお料理は何を食べても美味しいと評判。さらにご家族で経営されているというアットホームな雰囲気と真心を込めたおもてなしがこのお店の魅力になっています。まず最初にお客様に感謝をし、うまい、安い、早いをモットーに頑張っています。平日はサラリーマンの方なんですけど、あと土日祭日は家族連れのお客様が来ていただけるようにお店作りも明るい雰囲気で設計いたしました。それでは早速ファミリーレストランコメヤの人気メニュー酢豚弁当から食べちゃいます。コメヤの酢豚は本格中華鍋の火力で仕上げる美味しさが魅力。なんといってもタレがポイントです。いただきます。タレが甘すぎず酸っぱすぎずちょうどよくて、もうこれ食べた後にすぐご飯をぐって口に入れたくなるような感じです。美味しい。ではセットの中の蒸し鶏も食べてみます。タレがさっぱりしててサラダみたいな感じで、ヘルシーで体に良さそうな感じ。続いては米屋名物北京料理のタル麺。五目のお野菜が入ったとろみあんかけそばです。ボリュームもたっぷりで男性でも大満足です。いただきます。すごい野菜のあんかけなのにシャキシャキしてて美味しいですね。で麺とタレがちゃんと絡んでてすごい食べ応えがある。最後はメインが2つついてくる欲張りなコンビメニューから角切り牛ステーキとカニ玉の A コンビ。美味しそう。いただきます。なんかすごい玉ねぎの香りがぶわってきて、お肉も柔らかくて、これも絶対ご飯に合うなっていう感じですね。ではステーキとコンビのカニ玉もいってみます。卵がふわふわ。こっちのあんは同じあんですけど甘いあんで美味しいですね、とっても。ユーノ、ここに注目。ステーキにかかっているのはコメヤオリジナルのオニオンソース。材料を絶妙なバランスで混ぜ合わせていて、その作り方は秘密。このマルヒ製法手作りオニオンソースがまたステーキの美味しさを引き立てているんですね。お客様から美味しかったわ、また来るでのって言っていただけることがとても嬉しいです。これからも地域の皆様に愛されるお店を目指して頑張っていきたいと思います。皆様のお越しを心よりお待ちしております。待ってます。店番で紹介したお店はこのステッカーを目印にしてくださいね。